皆さんこんにちは、志田瑞希です。今日はお友達の早田ゆり子。はい、フルネームゆり子です。麻布十番のクリニックに遊びに来ています。今日はね、眉アートメイクをゆり子に入れてもらいに来ました。はい、緊張する。綺麗に仕上げていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。これ麻酔なんだ。そう、クリーム麻酔で表面の痛みを取っていくんだけど、すごい。それだけじゃ、うん、その完全に痛みが取れないから、うん、ブロック麻酔って言って、うん、その神経のところに麻酔を巻いて、へえ、こっちの方が痛みがもうほとんどなくなるから、それで15分、15分、5分ぐらい置かなきゃいけない。はい、じゃあ麻酔クリーム取っていきます。はい。もう感覚ないのかな、私。いや、麻酔クリームだけだとね、ほとんど感覚は変わらないかな。うん、何も感じてない。どんな感じにしたいとか、うん、長谷川純ちゃんの眉毛になりたい。あー、結構要望多い。結構最近また太眉が流行ってて。ね、そうだよね。うん、もう私はあくまで自然に、ナチュラルにっていう感じが。自然に。でもどっちかっていうと外人みたいに、なんかこう毛流れが割と立ち上がってる系がいい。瀬川純ちゃんだったら眉頭とかそのあたり結構立ち上がってて、うん、ね、ここがね、でちょっと抜け感もあって、うん、でもなんか眉の途中あたりからしっかり色味もあって、結構眉尻にかけてシュッとしてて、眉尻がちょっと細い感じ、うん、もう理想は何にもお手入れしなくてもそのまま綺麗な形になっていってくれるのが目標。うん、だからあんまりこう削るのも大変じゃん、また生えてくるから、うんうんうん、と思ってんの。本当に自眉を生かして、はい、あんまりそのケアしなくても綺麗で、うん、でなんか私は結構すっぴんでも全然浮かないよう な、 いいなんかアートメイクしてますっていうよりかは、うん、足りないところの毛が増えたみたいな感じで、すごい、ね、それがいいよね。じゃあ早速デザインちょっと描いていくんだけど、はい、なりたい理想の眉が長谷川純ちゃん、はい、イエーイ。なるべく自分の眉を生かした感じで、自分の眉メインにやりたい感じだよね。うん、でももう結構長谷川純ちゃんの眉に近くて、やった、割としっかりしてて、ここはね太めだよね、生えないんだよね。ああ、薄いところを足していく感じで、ほとんど元々のラインでもいいかもしれない、うん、はい、そうしよう。今後手入れするときも楽だしね。うん、プツプツ描いていきます。これが下書きね。そう、これで下書きして、うん、次にしっかり測ってやっていく感じ。何分かるの？あの長さとか。へー、なんか縁描いてるだけだから、うん、いつもと違う感じだけど、これの中に毛並みを描いていく感じ。なるほどね。めっちゃ見られてる。照れる。うん、いい感じです。じゃあそんな感じで入っていきます、はい、お願いします。一回見てもらったさ、眉毛の立ち上がりの開始はこの辺りでいいかな。うん、ここはちょっと薄めに描いていくね。はい、はい、ブロック注射していきます。はい、これだけちょっと頑張ってください。綺麗。大丈夫大丈夫。注射とか全然しないから、ね、うん、そうされ慣れてない。うん、じゃあチクッとします。はい、じわっとします。高い、そういうゆり子の手か。うん、なんか麻
酔、歯医者の麻酔と一緒の感じかな。ちょっと時間置きます。はい。色味なんだけど、割と暗めがいいかな。今の自眉より若干明るいぐらいでいいかなと思うんだけど、はい、いいと思います。こんな感じでやっていきます。お願いします。眉毛がね、顔の印象をだいぶ変えるから。そう、結構メイクするときも眉毛一番時間かけて頑張ってる。あ、そうなんだ。そう、みずき眉毛濃いの似合うもんね。そうなんだよね、うん、私がもともとアートメイク始めたのも、うん、眉毛のアートメイクやりたくて、うん、普通アイラインとか、確かにアイラインの人も多いよね。とかもあるんだけど、眉毛って顔の印象8割決めるとか言うからさ、うんうん、なんかいろいろ目とか鼻とかいろんな施術やりながらも、うん、なんかやっぱ眉毛って大事だなって思って、うんうん、で元々アートメイクって看護師さんもできるんだけど。あ、そうなんだ。そう、だからドクターでやってるのって逆に珍しいんだよ。へえ。好きでやってるって感じかな。眉毛本当に大事だからね。じゃあやっていきます。不思議な音する。ブロック麻酔効いてるからほとんどの人寝てるかも。確かに寝ちゃったほうが楽かも、ね、痛い？うん、大丈夫。なんかさ、前にサーフィンでさ、うん、頭切った時、うん、なんか言ってたね。そう、3層ぐらい全部切れてて、うん、層ごとに1層、2層、3層で塗って、うん、結局21針塗ったんだけど、そうなん、その時は、ね、麻酔が途中で切れちゃって、うん、先生ちょっと痛いんだけどとか言って、うん、麻酔足してもらったりして。でも意外と強いね、そう考えると。すごい麻酔苦手な人とかも針も苦手な人とか言うから、麻酔足してとか言うのもね。そう、なんかこの音も無理ですっていう人もたまにいるから。どっしりしてる、やっぱり水木は。眠たくなってきた。麻酔すると眠たくなったりする？いや、でも局所麻酔だからあんまりないけどね。だって寝れちゃった方が楽だよね。うん、疲れてるのかな、新店舗のやつで。私はもう8年ぐらいいるから。そっか、エロフの時も2年目ってこと？そうだね。そっか、その時はまだ大会に出たりとか。ねえ、懐かしい。自分のことを頑張ってた時だ。そっか、もうだいぶ変わったんだね、また。そうだね。指導側になったんだね。私もあの時学生だったもんな。そうだよ、だって6年前だよ。ね。やばいね、月日が。ほんとだ。早い。6年ももう付き合ってるのね、私たち。でも未だになんか、いましたって、インスタとかでコメントくれる人とかいる。ずっと見れるからいいよね。うん、確かに。新たに見てくれるか。なんかもう6年前だからさ、ちょっと恥ずかしいなみたいな。ありがとうございます。だいぶ大人になったよみたいな。本当。6年前だよ。だって22だったでしょ、私たち。そうだよ、22、23とかだよ。そうだよね。23の年だった。なんか動きさ、すごいやっぱ考えの子供だったのかさ、うんうん、なんか周りの反応とかそういうのでもすごい一喜一憂してたかも。なんか今の方がなんかメンタル強いだろうな。そりゃそうだよ。それで強くなったの。確かにそれで強くなったよね。夜通し話してたし。おかしい。ゆりかと私めっちゃ話してたよね。ね、話してた。超相談し合ってた。ね、まこちゃんとか元気なのかなって。まこちゃん全く連絡取ってない。だから唯一。そうだね。うん、もっとすぐぐらいは結構来てくれてたんだけどな。あ、そうなんだ。近く来たから言ったとか言って。うん、だって今熊本いるもんね。そうだよね。みさきも北海道に行っちゃったし。ね、帰っちゃった。会いたいな。なっちゃん沖縄に行ったんでしょ。え、夏美ちゃん。そうそう。え、そうなんだ。隼人くんだけじゃなくて結婚して沖縄に行ったりとか。そうなんだ。全然
私住んでたメンバーゆりこだけで結婚してる。嘘。確かに。南もアリさんも結婚してるし、南も結婚してるから。ゆきも？ゆきはしてないか。してないしてない、びっくりした。しそうにない。割とね、みんなすぐ結婚してったよ。本当だよ。我々も頑張りましょう。頑張らなきゃ。頑張っていいんだけど。あんまりなんか抜くわ。タイミングだよ。チーが結婚したの結構びっくりだった。でもなんかさ、俺来年結婚するって確かに言ってたよね。うん、言ってた。有言実行する。計画的。計画的だよね。なんかまた3人でご飯行きたいな。ねえ。今色素を落としてる。なんか色素パックって言って、うん、掘った後にさらに上から色素を乗せるんだよね。へえ。それを今落としてどんぐらいついてるか見てまたつけてっていうのを繰り返し、うん、髪の毛のカラーみたい。あ、そうそうそう。もう持ってる人いる？ゆりことうちとみのりぐらいかな。うん、そういえばみのりとご飯行こう行こう言ってるのも。そうだ。コロナで全然なんか行きたいな。なんかね、割と家近くって。え、そうなの。で、あのお魚釣ったやつを持って行ったりとかして、持って行ったり取りに来てもらったり。うん、私のお魚をみのりが調理して食べてくれる。みのりが調理して食べるの？なんか旦那さんと食べてって言って持って帰ってもらって、一日目は刺身で、なんか結構ねブリとか釣るからめっちゃ美味しそう。そうそう、友達とかがさアートメイクやるとき2回やったって言ってたけど。あ、そう、1回やっても徐々に薄くなっていくから、理想は2、3回1ヶ月おきに2、3回やった方が定着はいいんだよね。仕上げになんかグラデーションしようかな。はい。なんか機械でグラデーションみたいな感じに入れていくやつなんだけど。今はとりあえず線を描いたのね。そうそう。なんか眉尻あたりだけにちょっと下だけピーって引くだけで綺麗になるかな。これは 4D って言うんだけど、もうすごいこういうやつで、最後きっと機械彫りで、はい、中間から眉尻にかけてグラデーションを作っていく感じです。はい。おお。全然感覚違う。違う？左の方が効いたのかな。ね、休みの日とか何してる？映画とか見る？海に行く。海？海。海にやばいな。海に毎日行く。海って一番の？さあさあ。へえ、あ、じゃあ結構やってんだ。釣りってこと？さあ、釣り行ったりサーフィンしたり。もう本当海の女だね。都内にいるときはすごいな。友達とランチしたり、うんうん、あとは整体に行ったりして。あ、整体なんかいいとこある？なんかね、東洋医学なんだけどさ、うん、カッピング、うんうん、したりとかしてるの最近。カッピングってなんだっけ。なんか、あー、吸引熱。そう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 、あれでなんか悪いドロドロの血出したりとか、うんうん、中国の先生なんだけど、うん、なんか勇気あるねって勇気そう、うん、なんか針刺して血抜くから、うん、結構なんか跡も残るし、うん、そう、勇気あるね、偉いねって言われるその人がすごい上手で、うん、なんか生理痛がなんかあったんですよねって、痛かったんですって言ったら、うん、なんか子宮の頸部かな、うん、針刺してくれて、うん、刺さった時なんかもうツーンって、うん、ピンポイントに今すごい刺さったって分かって、楽になった。で、それをやった月は絶対生理痛来ない。そうなんだ。なんか
上手な先生じゃないとさ、お腹やってくれないじゃん。うん、だから多分その先生はすごい上手なんだと思う。へえー、ハリカやってみたいな。いい感じ。ちょっと色素を置きます。はい。おお、すごい。こんなことになってたんだ。何のあれが多い、メーカーが多いブランドとか。メイク？メイク。最近はコスメキッチンとかでやってるやつ。そういうナチュラル系になってきた気がする。ミネラルオンリーだっけ。ああ、いいよね。てか、そうそう。私も肌弱いからミネラル系結構使う。セルボークとか。あ、セルボークやっぱいいんだ。うん、ね、リップの色とかすごい今っぽくて。うん。好きだけど。でもやっぱりナーズとかのなんか、シャドウの発色とか、もいいなっていうのもあるから。発色がいいよね。ね。カラメ感とか、綺麗だし。うん。で、あとね、最近、うん、ファンデーションをすごい薄付きのね、うん、あのシャネルのやつに変えてみたの、うん、なんか大人になった気分よかった。薄付きなのそれは。そうで、なんか顔にのせて、うん、それこそリキッドみたいな感じなんだけど、うん、あのブラシでくるくるやるだけでいいんだけど、それ教えてほしい、うん、なんか美容液が多いみたいなやつで、うん、そう肌に優しいから、うん、なってんのはでも日焼け止めがついてないから、SPF をちゃんと下地でやって。あ、でも私日焼け止め吸収剤ダメだから逆についてない方がありがたいや。うんうん。え、それ逆に知りたいな。逆に逆に。逆に魅力的。シャネルのやつ多いよね、やっぱ。ねえ、今までなんかやっぱり大人のものだと思って、うん、手出してこなかったけど、意識揃えようと思ったら結構。やっぱり値段がするから。そうだよね。部分部分で。どうかな。じゃあ見ていただきましょう。じゃん。あ、いい感じ。ね、いい感じ。色もちょうどいいかもね。うん。ありがとう。うんうん。いい感じです。ありがとうございます。はい。ゆりこありがとうございました。ありがとうございました。詳しいことはゆりこの、 あのアウトメイク用のインスタグラムのアカウントがあるそうなので、それをチェックしてもらうと、あとはクリニックのホームページかな、をチェックしてもらえると詳しいことが書いてあるので、ぜひそちらもよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ1ヶ月後また私は個人的にビデオの写真お願いします。またリタッチ電話。そう、リタッチっていうの。はい、じゃあ、してください。そんな感じで、ありがとうございました。ありがとうございました。またねー。バイバーイ。